はい、どうもレイトです。さあ本日は岐阜県多治見市に来ております。今日はですね、天光の湯にやってきました。はい、以前ね動画で紹介したところなんですけどもね、今回ここの天光の湯でね夕飯も食べようかなと思いまして、その部分もね紹介していきます。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、こちら天光の湯です。では行きましょう。はい、入りました。こちらがロビーです。入ったらまずね、靴箱に靴を入れます。はい、ここはね、休憩スペースです。ここでね、ちょっと漫画を読んでまずはゆっくりします。はい、キングダム。はい、今からね、温泉に行くんですけど、今日ね、特別に男女のお風呂がね、入れ替わってるそうです。はい、まさかね、こんな日だとは思わなかったです。平日にしてはね、すごい混んでるなと思ったんですけど、おそらくね、それが理由なのかなと思います。じゃあ、今から温泉行ってきます。はい、めちゃくちゃね、いい湯でした。男性風呂の方はサウナ特化型っていう感じがしたんですけども、女性風呂の方はどちらかというと温泉特化型なのかな。ただ男性風呂との違いはバレルサウナがね、大きかったです。木でできたね、筒状のようなサウナなんですけども、それがすごい広くてね、良かったです。あとミストサウナがあったのかな。確か男性の方ミストサウナがなかったんですけど、女性の方にはありました。はい、ということでお腹が空いたので今からお食事所に行ってきます。はい、ここがね、天光の湯のお食事所です。なんだかんだね、僕何回かここ来てるんですけど初めて行きますね。では行ってきます。着きました。席にタッチパネルで注文しますね。メニューはね、豊富なんですよ。こういった揚げ物の定食だったり、ああ僕の好きなエビフライもあります。鉄板レバニラ炒め定食も、飛騨牛ハンバーグもある。マグロほほ肉定食、これ気になるな。他はあ、そばもあるね。あ、すごい。あ、そばのね、メニューも豊富ですね。めっちゃあるじゃん。これも気になる。カレーとサメシ結構本格っぽいカレーが食べられますね。うわー、サメシのね、鶏のピリ辛ポパイ丼、タコライス、ホルモンラーメン、うわ全部うまそう。はー、サメシドライカレー、めちゃくちゃあるね。あ、なんかトッピングもありますね。温泉卵とか、あと丼ご飯は、あ、海鮮からチャーシュー丼までいろいろある。やばいな、めちゃくちゃ迷うな。ちょっと考えます。はい、ということでやっぱりね、サラダを取らないとダメということで海鮮サラダ頼みました。すっすごいボリューミーです。じゃあいただきます。ではパイと一緒にいただきます。うん、美味しい。ドレッシングが僕の好きな和風ドレッシングっていうのが嬉しいね。あー、いいな。僕サラダが好きなので、こういうサラダがあるお店嬉しいですね。最高です。来ました、マグロの頬肉の単品です。ちょっと気になっちゃってね、頼んじゃいました。すごいボリューム。ではでは頬肉いただきます。うん、うまっ。めちゃくちゃ柔らかくて、しっかりね、出汁が染み込んでて美味しい。頬肉にはまりそうです。
さあ来ました、タコライスです。サウナ入ったのでサ飯のねメニュー欄に入ってるタコライスをね頼んじゃいました。僕ねタコライスね結構好きなんですよ。じゃあタコライスいただきます。うん、あータコライスうまい。こういうねお風呂上がりどころでねタコライス食べれるの珍しいっすよね、うん、いやータコライス好きとしては嬉しい、うん、ごちそうさまでした。全部ペロッとね食べちゃいました。はい、ということで久しぶりに天候の湯にやってきたんですけど、やっぱいいっすね。今日は初めて女性用、もともとね女性風呂のところに入ったんですけども、やっぱり女性風呂の方もね天然のラドン温泉に入りまして、源泉かけ流しエリアがね2つあったんですよね。女性用の方、確か男性用の方は1つだけだったと思うんですけども、あの間違ってたすいません。男性用も女性用の風呂もねどちらもね泉質のいいお風呂に入れて、サウナも充実しておりますのでね、おすすめでございます。なんかブーっと音鳴ってますけど、これ何の音かな。はい、で初めてね今回お食事どころに行ったんですけども、メニューが豊富、いや美味しかったですね。個人的に一番美味しかったのがマグロの頬肉、あんなに柔らかくて美味しい部分あるんだってね、多分初めてではないと思うんですけども、あのめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひね皆さんマグロの頬肉食べてみてください。あの他のタコライスとかもサラダも美味しかったんですけども、個人的におすすめはマグロの頬肉です。はい、ということで僕のチャンネルはこのように岐阜のスポット、岐阜のグルメを紹介しております。不定期更新なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様また次の動画でお会いしましょう。またねー。